はい、えー、ちょっとね、今ね、あのー、エラーが、エラーがちょっと出たので、ちょっとね、あの止まってしまって本当申し訳ないんですけども、はい、先ほど言った方もいないかな。はい、まあ、その、えー、これ3枠目になります。はい、3枠目かな。はい、まあ、ね、今日はね、ちょっと YouTube に関してね、その、まあ、白熱した、えーまあ、持論を 展開しておりまますけども、はいまあね今日はね嬉しいことにですね道とか P さんだとかねあのー、なんだっけいちかさんとかそういろんな方がですねあのー、まあ今日コメントしていただいて、まあ、常連のみなとちゃんとかもえー、まあコメントしていただいてみたいなことがねあのー、あったのでちょっとやっぱ嬉しかったよねあ1名様いらっしゃい すいません。なんか、あの、先ほど聞いていただいた方だったら、本当に申し訳、あ、あ、ありがとうございます。えっ、ー、とね、<laughs> なんかエラーが出たので <laughs>、ちょっと一回 <laughs>、落ちてしまいました。はい。まあ、その YouTube に関しての目標、うん。まあ、自分個人だけども、やっぱりそれは数字です。で、数字を得ることによって、やっぱ数字を得ないと、よりたくさんの人に発信できない。うん。 もう数字を得ないと、よりたくさんの人に発信できないんですよ。例えば、チャンネル登録者が、じゃあ、例えば、うーん、まあ、10とか100とかっていうところで情報を発信しても、所詮は100人に伝わるか伝わらないかっていうところで、これやっぱ1000人、1万人、1億、うん、登録者、まあ再生数ももちろんそうですけど、登録者もそうです。すべての数字を底上げすることっていうのが、まずそれは第一です。僕個人ですよ。うちのチャンネルの方向性っていうのは僕個人はそう思ってます。 だから僕は正直言った話、どんなことやっても数字取るっていうのが僕は思ってる。数字が取れるんであれば、その、さっき、あの、来ていただいたいちかさんが私と考えに似てるって言ったのに多分、あの、うちのチャンネルの方向性としては、いちかさんとすごいチャンネルのあ、すごい方向性がうちのチャンネルは似てるんだけども、僕個人としてやっぱ、あの、さっき言った、楽しんでやるっていうのはもちろんそうだけども、楽しんでやるよりも、数字取れるんだったらそっちにウェイトを置っちゃう方。 僕はね、だから面白いことやればいいし数字取れてなんぼだと思うんですよ。うん。でよくあのうちの,そのクリエイターともぶつかるんだけども質の高いコンテンツ作ったらじゃあ回数伸びるのとかチャンネル登録者伸びるのって言ったら僕はそう思ってなくて結局は伸びるかどうかなんてその人その動画とかその人がブランド化されるかどうかっていうところもあるしそれ以外はやっぱ企画力じゃない。 うんうん、だからその毎日投稿っていうのはダメになりそうだから毎日投稿っていうので多分成立するのって企画力とその人がブランド化されてるっていう2点がうまくいってるからだと思うんですよだって例えばうーんじゃあ YouTube 日本の YouTube の代名詞になってる HIKAKIN さんとかなんて毎日投稿を続けてたりするわけじゃないですかそれは例えば HIKAKIN さんがブランド化されてたりとか なのでその企画力がある程度あるからでしょ彼自身がもう売れてるっていうのが一番だけども。であれが YouTube の YouTube you で人気出るための王道っていうところじゃないですか、まあ、まあやり方としては。 そうだからブランド化このチャンネルで難しいでしょう。いろんな人が出るから、本当にその通りだと思います。いろんな人が出るんで、このチャンネルでその人のブランド化っていうのはかなり難しいとこだと思う。うん。そう。それは難しいんですよ。じゃあ、どこで勝負するかって言ったら、うちの人たちの相違では何を持ってるかっていうと、やつらはクオリティっていうところを求めてるんだと思います。 動画のクオリティ、そのクリエイティブな人たちが集まっているから、クリエイターにしかできない、本当に素晴らしいものを作って、たくさんの人に、お、これは、すげえなと思ってもらえるものを作りたいっていうのが多分相違だと思います。ほとんどの人のね。だからさ、だけどね、だけどね、道とかーさん、こう聞いてくださいよ。クオリティ、クオリティって言うじゃないですか。質の高いものを作るのって当たり前じゃないですか。でもね、そのクオリティを求めるっていうところに、言い訳をつけてしまう人たちが多いんですよ。 要は僕ら、クオリティ求めて、その動画作ってるんで、動画作るのに、一本半年も一年もかかりますよ、みたいな。うん。その動画を出すのに半年一年かかるよっていう言い訳を作ってくるわけですよ。いいですよ。その半年一年がちゃんと守られるんだったら、僕はそれでいいと思う。じゃ一本素晴らしい、じゃあ、えー、ボカルの PV を作った。で、それにそれだけの期間を要した。 でそれがじゃあ100万再生1000万再生いった。いいですよ。うんえらいかかるでしょ。でその言い訳っていうのが先延ばしに先延ばしにするんですよそれを。求めてるものが高いんでまだできていませんっていう。 そう、300人なら毎日とかな。僕が一番危惧してるとこはそこで、ちゃんと時間かけてでも、じゃあ3ヶ月だったら3ヶ月って期限使って、じゃあ3ヶ月で作ったってい言われるようなクオリティのものを、じゃあ3ヶ月でちゃんと出してくれるんだったら、もうそれでいいと思うんですよ。僕はね。僕はそれでいいと思うの。クオリティ求めるのは3ヶ月。これ守るんだったらいい。期日を。作らなくても作ってもいいものは作りたくないからね。そう、だから結局ね、モチベーションをそれだけの期間維持できるのって話。 クオリティの高いもの質の高いコンテンツを作るそれには当然時間もかかればそれなりにコストもかかるでもそれってやっぱり、えー、一番かけてるコストって時間じゃないですか。 そうじゃあ例えば今日じゃあ11月28日だけどもじゃあ今日道高 P さんと僕がじゃあもう大々的に2人でじゃあまあできないけども2人でじゃあすげえアニメ1本作りましょうとかっつって2人でゼロから始めましょうでアニメ作るのに僕ら2人でやってるから3年ぐらいかかりますとかじゃあ予想で3年ぐらいかかります2人でやりましょうねってなって3年僕らがモチベーション維持できるのって話ですよだからクリエイターじゃないんだよその人うんその通りですだからその そのこういう何ていうのこうおっきいものを作るのに憧れてはいるんですよでどうせやるんだったら大きいもの作りたい素晴らしいものは作りたいっていう憧れはあるんですよでもジャンプしすぎなんですよねうちのクリエイターの人たちって普通は普通は段階踏まないとダメなんですよ小さいものからコツコツ作ってちょっとずつステップアップしていって自分の作りたいものに近づいていくっていうことをしなきゃいけない その作りたい作りたくないの値がしょぼいものは作りたくないクオリティ高いものは作りたいみたいな感じで思ってるんだけどもそのクオリティ高いものを作るだけの,そのバイタリティみたいのが欠如してるのに自分はじゃあクオリティ高いものが作るためにここに来たんでこれやりたいですみたいな感じのことを言うわけです、うん、だから相手しちゃダメよねそんなクリアその通りですようちに入ってくるメンバーの全部じゃないけども大半そういう人が多いんです いろいろ理由つけて、じゃあ学校が、じゃあ会社が、仕事が、えー、他で活動してるんで、とか。うん。そう、マネジメントするしかないんですよね。だから、自称クリエイターが多いんですよ。で、自分の実力を知らない人間が多いんですよ。うん。だから、ジャンプしようとする。夢見がちだから。そうじゃないでしょっていう。 でその毎日投稿っていうものをもうそのうちの,その方針として義務付けたことに意味ってあって結局毎日投稿するっていうのは確かにそのリスナーは置いてけぼりになるんだけどももちろんその、あのあ、ー、大したコンテンツは作れないしそのこっちは自転車操業みたいな形で毎日作らなきかんっていうのはしんどいしっていうのはあるんだけども作ることに慣れてってもらうっていうのがまず第一だったんですよ。 成功体験ええー、ねえこれ,これじゃあ作り始めてじゃあこれ出来上がった達成感ってあるじゃないですかできるよそこしか達成感ってあるじゃないですか達成感とか成功体験って小さな成功をコツコツ積み重ねていって人って成長するものだと僕は思うんですよ だから人がジャンプしないように、まずは一日に一本え、これを守れるかどうか、一日に一本でできることって限られてると思うんだけども、一日で一本作る、さっき言った通り、一日で一本作るのに大変じゃないですか。で、限られた時間の中じゃないですか。その限られた時間の中で、まず一日頑張ってみようっていうとこを、ね、この一日を頑張れない人間は、10日かかるもの、100日かかるもの、じゃあ1000日かかるものを作れるわけがないんですよ。 モチベーション低いのに作ってもらうってうんただ結局そのモチベーション上がんないんですよねそのしょぼいもの作るんだったら俺作りたくないよっていううんでもそんなしょぼいものを作るんだったら俺作りたくないよなんていうやつは多分僕は その素晴らしいものを作ることはできないと思う僕はそう思ってるまず小さな1日かかって作るものをちゃんと作り上げたやつが3日かかるもの10日かかるものでステップアップしていくべきだと思うまず階段は1段ずつ登っていかなきゃ僕はだめだと思ってるでそれができないやつは飛ぼうとするやつは一生飛べないと思う そうなんですよね。僕将棋で言うと王様しか使う。だから僕王様みたいなもんなんでって言うとなんか語弊ありますけども、うん。そうなんですよね。どうすることもできないんですよね。だから筆でいいんですよ。大半の人は筆でいいんですよ。一歩ずつ前に進んでくれればそれでいいのに最初から飛車や角になろうとしてるからおかしいんですよ。 将棋だったらね将棋だったら誰かが不まあ自分が歩であることを中の人が誰かが自覚して歩が一歩ずつ進まなければ飛車や角は動けないわけでしょそれって王も動けない大体ねその大きくは動けないわけじゃないですか歩がまずそこを一歩ずつ進むことによって少しずつ前に進んでいくわけでしょ攻めるんだとしたら自分が歩であることを自覚しない歩がたくさんいるんですよ 言い方は悪いけども。ふだって一歩ずつ進んでいけば成金になるわけでしょいつか。そうだけども自分は飛車かもしれない角かもしれない馬かもしれない。まあまあ まあそれは人それぞれ役割はあるんだけども自分が符であることに気づかない符がいる以上大きくは進めないんですよだからまずは自分が符で,であるかもしれないというところからスタートしてほしいっていうのが僕を思ってることなんですよねただもちろんそのうちのサークルとかにその入って人が入ってくる中であ動かせない駒のこと考えるまあ動かせない駒のこと考えても仕方ない確かにその通りですよ動かない動かせない駒ってその今言った方々だけども うん、そうだね動かせない駒のこと考えても仕方ないね動かないんだもんねそれってねうん動いてほしいんだけどね一歩ずつうんだからそこだけがちょっと乗っかっちゃってるんだよねそのこいつどうしようもないなんていう人間を僕って結構その切るっていうことせずにこいつなんとかしてやらなきゃっていうことに繋がっちゃうんででもこいつなんとかしてやらなきゃっていうことでどんだけその人にあの なんかこう辛抱強くその人の面倒を見てもやっぱりそれってねあの足引っ張られる結果になっちゃうよね自分が綺麗に動くことを考えなきゃダメ難しいな難しいね本当 自分が綺麗動くことを考えなきゃダメだね。それはもう本当その通りだと思います。気分がいいないでやそのチャンネルがえ目標を。 達成できないのは主様だようんそうだね多分ねうん目標うん何をしたらいいだろうね本当まずは本当に何をすべきかっていうその 変える、その結局、その方向性をその変えていくっていうところで、当然、そのうちのそのサークルに関しては僕は代表者を務めてるので、当然僕が方向性を変えますって言えば、多分多くの人はそれにね、突き従うと思います。はい。ただそこを多分その僕のいけないところでもあると自分では思ってますけども、 おそらく、うん。おそらく、その、ね、<laughs> 一応、そのサークルっていう体でやってる以上、他の人の意見を尊重してっていうことを前提に置くと、やっぱりその、大人数のサークルなんで、言ってることそれぞれバラバラなわけですよ。こうした、ああしたいっていうのが。で、それに、全部が全部実現するのは不可能だとしても、割と耳傾けちゃうところがあるっていうのが僕の悪いところだと思います。 うん、だから何だろう分かりやすく言えばそのワンマンにならないっていうところワンマンになってしまえばうまくいくんですよおそらく僕がもう方向性もやり方も全部決めてこうするからこうだねって言ってそれに従わないものはじゃあ一緒にやらなくていいよっていうようななったらすごいうまくいくと思います うん、そうなんですよね。でももう、あクリエイター、まあ、いるっちゃいる、いるんですけど、やっぱその人たちがごちゃごちゃあだこうだ言うんですよ、やっぱり。あのー、うん、そのクリエイターなんかいないんだから、い,るいていないようなものなんですよ、確かに。何もしないやつがいいんですよ。口だけのやつがたくさんいるんだけども、その口だけのやつの意見に翻弄されるっていう。 うん。そうそう、その通りですよ。三つか B さん、その通りでクリエイターとしての仕事してないのに方向性に口出すんですよ。だから、やってるやつの意見はちゃんと聞きたいけども、やってないやつが意見するなっていうのは僕は思いますよ。ほんと、それは。ほんとは俺、こうしたいんだけどな、みたいな。この方がいいと思うんだけどな、って。その、YouTube で、じゃあ一本でも自分で動画出してから言えよっていうのを思ってて。 哎。 もう一度うけど、なんで一人でやらないのってはなる。う,ん,うん。正直一人でやってもいいし、むしろ一人でやってるような気分にしかなってないです。現状ではね。正直一人でやってもいいと思う。 一人でやるっていう方向でも全然僕はいいと思う。もうそれ、それでいいと思う。だけども、一人じゃない方が、一人じゃない、ないことでしかできない可能性を見たい。一人じゃできないであろうことを、うん。複数人でやる上でしかできない可能性を見たい。うん。 だからこそ今必要なことはまあ僕個人がやりたいことは僕個人でやればいいしあのその複数人でやりたいっていう気持ちがどっかにあるんだったらばメンバーを一新すべきだと思ってる足かせにしか、まあ、全部のメンバーが悪いとは僕は言わないけどもやっぱ使えない人間は切るっていうのは本当は必要なことだと思う口だけの人間はいらないっていうのはもうこれはあると思う で僕はそういう、なんていうのかなこう、口だけしかないような人間に対して怒りを覚えつつも甘いんですよ。結局は最終的にはね。でもいつか本気でやる気出すだろうとか、いつかこいつはあの改、ー、心するだろうとかって言って、いつかいつかっていうので甘いんですよで。それがいけないところだと思う。お前はやらないから、正直やらないならいらないっていうような考えに至らないっていうのが僕の悪いところ。 そういうことができてさえいればそうならない。だからねえ悪、ちょっと良くない言い方だけども、うん、その、少年腐った人間を野放しにしとくから、ちゃんと、あのー、やろうとする人間のやる気をそいでるっていうのはあるかもしれない。<laughs> おっさんが腕組んでボーっと話してるだけのチャンネルより登録者少ないとか、ほんまかんい。だからもうそのおっさんが腕組んでボーっと話してるっていうのが面白いんですよ、きっと。<laughs> <laughs> わかんないけどそれみちとか P さんが腕組んでボーっと話してるのが面白いんですよみちとか P さんがいいんですよじゃあもうそれでブランド化されてるんですそのチャンネルちなみにみちとか P さんはちょっと変な質問になるんですけど道とか P さんはその腕組んでボーっと話してるっていうことを言ってましたけどもなんかこうチャンネル登録者をじゃあこう何て言うのかな増やしていくっていう上でなんかしたことってありますか その広報的な努力みたいなところで。ただこう動画を出してるだけなのか、例えばタグ付けにこだわってるとか、じゃあ、何ていうのこうサムネイルにこだわってるとか、じゃあツイッターとかなんかフェイスブックとか何でもいいんだけど、何かで拡散してるとかなんかあります広報的な面の努力ってこと、コンテンツとかじゃなくて。 タイトル詐欺しない、はあ、タグとかはどうですかタグとかはなんかこだわってるとかなんかつけてることとかなんかありますハムネは味気なく、うん、うん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 。うん なるほどね。え、このさ、その、えー、だべってるみたい、こう喋ってるだけみたいなこと言ってるじゃないですか。その喋ってる内容っていうのは、結構そのタイムリーな話題とかを喋ってるのか、それとも本当に自分の日常の何気ないことをぐたってんのか、どっちですか。あ、チャンネル登録してくださいも言わないんだ。 結構タイムリーな話題に沿ったこと話してるとかそういうことでもなくてですかああ、ぐだるのもあるんだ。そのタイムリーなものとじゃ,ぐじゃあ、ぐだってるものっていうのは、そのどっちの方がやっぱ伸びがいいですかっていう。全部同じぐらいですかそれともタイムリーなものの方が伸びますかああ、子供は相手にしないんだ。ああ、じゃあその、なんていうの、こう、ターゲットって言ったら言い方悪いですけど、 その自分の動画はじゃあどのくらいの年代層のどういう性別の人が見ることを前提に自分は作ってるっていうのは思いますニッチなタイムに伸びるけど一般的なタイムに伸びない。 ああだからライバルが少ないものっていうのがあれなのかな。まあ、同世代40ぐらい。あ,あ、まあ、そうなんだやっぱり。うちのチャンネルはね、あの、最近は男性視聴者の方が多いんですよ。8割ぐらい今男性視聴者占めてるんですけど。でも、 ほんの2年、2年ぐらい前まではもう圧倒的に女性視聴者の方が多かったっていう。40より上を狙ってるつもり。あ、そうなんですか。うちほんと10代から50代までまばらですね、見てる人が。うん、40より上か。 え、動画って、こう、腕組んで喋ってるだけっていう、動画っていうのは何で撮ってるんですかスマホですかスマホのカメラですかそれともなんかこう、ちゃんとしたビデオカメラと使って撮ってるんですか撮影。あ、スマホなんで、やっぱみんなスマホなのかな撮影とかって。やっぱでも、あのー、一種、うちのチャンネルにはあんまりないですけど、やっぱ YouTube って、その、まあ、 顔出しないし動いてなんぼっていうとこありますよね。うん。まあ VTuber とかみたいな 3D のキャラクター使うのも手ですけど、まあうち動画といつも動画じゃないような動画出してるんで、やっぱりあれですよね、その、道とか P さんが腕組んで喋ってるだけでも道とか P さんのなんていうのこう、うん、手振り身振りみたいのが見えるか見ないかっていうのはね、おっさんの顔、顔の映像が綺麗に見える。え ちなみに道とかーさんは動画の中で結構顔出しされる方なんですか当然ううん。 まあでも本当にでもそこは結構大事だと思います。本当あのうちやってない上でそこのあのことを言うのなんですけど、YouTube って絶対それは顔出ししなんぼなんですよ。っていうかもうそういうものじゃないですか。言ったら。それはもちろんその音楽の PV ありますとか、 じゃ、ラジオやりますとかっていろいろあるかもしれないですよ。でも、やっぱり顔見えてなんぼってとこあるじゃないですか。動いてるとこ見えてなんぼってのあるじゃないですか。だからもうその YouTube の良さっていうのを僕ら使ってないんで、道ちとか P さんはその点は、やっぱりちゃんと YouTube の良さっていうか、YouTube のそのやり方に沿ったやり方してるんで、うん。やっぱりそのみとか P さんっていう人間のファンがやっぱりついてるんだと思いますよ、それなりに。 うちはチャンネル登録者なんかも本当に700人ぐらいしかいませんけど700人800人700人800人ぐらいしか多分いないと思うんですけど結局このチャンネル登録者っていうのもほぼほぼですねあのプレゼント企画っていうので餌釣りして得ているようなものだと思ってます正直うち切り版の時にプレゼント企画やっててその500人だったらアマゾンギフト券5名様みたいな感じのことやってるんですよ でその際に100人とか200人とかバーってチャンネル登録増えてるだけなので、もう正直言って話やり方的に汚いんですよね。おそらく。だからちゃんと増やしてないんだと思いますよ。そう、お金にならないのに赤字ばっか出してるんですよ、正直。うん。だからそれはもう内部の人があの自腹切って出してるんで。 日頃、クソみたいな動画を見ていただいてるえ皆さんにですね、あの、アマゾンギフト券をですね、あの、3000分のアマゾンギフト券を5名様にプレゼントしますみたいな。<laughs> どうさそんな1万5000円なんか収益で増えてないのに。っていうか、収益得てないのに。あの、1年ぐらい前はそれでも収益あったんですけど、それでも年間8000円ぐらいしか収益多分なかったんで、最大で。それでも、あ赤字ですよ。十分。 中の人の、ね、行為でプレゼント企画やってるんで。はい。ということでですね、まあ、29分3分、3秒ということで、えー、放送をこの辺で締めさせていただきます。またね、ちょっと一回ね、あのー、放送枠これで締めさせていただいて、また後ほどやるかもしれないですけど、しばらくちょっと一回休憩します。はい。ということで、えー、YouTube ご覧の皆様は、えー、チャンネル登録、コメント、 えー、高評価お願いします今日見ていただいた A みとか P さんもね、ぜひ、あの、うちのチャンネルとかの動画、クソもつまらんもの多いと思いますけど、なんかまた見ていただいたら、あの、アンチコメントでも結構ですので、コメントとかいただけるとありがとうございます。<笑><笑>ありがとうございます。<laughs> ということで、ありがとうございました。えー、はい。トミーでした。